いやー、もうずっとね、俺はもうね、生まれた時からずっと思ってるんだけど、耳って大事だよね。ああ、耳ね。耳は大事やっだぱよ。何が大事かって聞かれたら、まあ、まず出てくるのがもう耳。とりあえず耳だよね。耳考が出えたてせいくる。に耳だよね。やっぱ耳は大事だやっよ。ぱ耳だよね。やっぱり耳っていうものは、耳が2文字あるじゃん。だから、その耳が2文字あるから、その、よほど耳を強調したいんだよ。言葉を作った人は。そうそう。だから、耳という言葉の素晴らしさが、ここに出てんだよ。海が大事だよね。一つ目の実は多分みかんなんだよ。で、二つ目の実は三日月なんだよ。そうだな。みかんと三日月。これが十五夜なんだよ。知ってる？もう関係なくなっちゃったね、もう9月の十五日十五夜。満月が出てる。その時に団子を食べる。これが十五夜の、本当に素晴らしいことだよ。もう素晴らしいよ、十五夜。だって団子あるじゃん。あれ、団子ね。餅でできてんだよ、あれ。知らないの？知ってる？知ってる？餅、餅、餅、餅。餅？知らないね。知らないの？そんなの餅っていうのは日本の食べ物であって、日本の食べ物。古代からすっごく食べられてるもので。でも、もう餅食べて、もう踊り出す人とかいるし、俺もその一人なんだけあ、ど、そう。あ、そう、踊り出すんだ、そ餅うそう、食べもうて。餅食べて踊っちゃうんだけど、この間、なんだっけ、車運転してるときに、道端に餅が落ちてたのね。危ないね。あー、ここで餅かよと思って、餅拾いに行ったら、なんか口に入っちゃって、ちょっと道端で踊っちゃったんで、おかしい話だけど。そしたら車が来て、それ何やってんだって、怒鳴られたの。すいませんって言うんだけど、まあ、餅食べちゃったから、ちょっと体が止まんないんだよ、踊って。そうか。でも、もうほんと大渋滞になっちゃってて、で、後に謝ったんだけど、もうほんと向こう側の運転してる人、渋滞にさせてしまった運転手たち、もう俺にヤジ飛ばすんだよ、ほんと。なんでそこで餅を食ったのかって。道端に落ちてる餅普通食わねえだろっつって。食わないね。いや、俺もたまたまなんですけれども、つって、余ってた餅があったから、ちょっとみんなに配ったら、こうみんなが、踊り出しちゃって、で、本当にそのみんなが踊り出しちゃったことによって、もっと渋滞になって、あの時本当大変だったんだよ。まあ、その話の中で、俺すごいね、水木が偉いなって思った、この一瞬があったんだけど。それはその自分がね、もう道で踊った時に、それ謝ったこと。すごいね、大切なことだと思うんだよ。やっぱそれができるから、もう、こうやって生きていけるんだよ、ちゃんと。まあ、やっぱり謝ることは大切なことだと思うそう、よ。謝ることは大事だよ。まあね、謝って最終的にまあダメだったとしても、自分が謝った達成感、自分がもうめっちゃ謝りました、もう大丈夫だ、もうみたいな、心の中でも謝った後の解放感、達成感が生まれるよ。だから、それを大切にして、みんな人間は生きてるんだと俺は思うよ。そうそう。まあ、ところで話変わるけどさ、人間のさ、脳みそあるじゃん。そうね。あれさ、みんなピンク色だと思ってんじゃん。意外とさ、色違うんじゃね？まあそういうことあるよね。だって意外とさ、緑色の可能性だったりさ。だっては血が出るわけだからね。ね、血が出るか血ら、は赤いわけだから。でも赤くても緑色の可能性だったろ。脳みそに血が流れてたら言い難いじゃん。いくら頭触っても、もう血が流れてるかどうかは本人は分かるわけないじゃん。だから、脳みそは多分緑なんだ。そう思わないかい？俺は思わないね。なんで？俺そんなことは絶対思わない。なんで？自分で言うのもあれだけど、俺そういうこと本当に思わないから。あ、そうなの？そこだけはちゃんとしてる。俺そういうことは思わない。いや、脳みそお前ピンもうね、俺言われたことは、そうですねって俺はしっかりもう受け止めるからね。受け止めるって言うから、そう、もうそれは違うなって思わない。俺は、俺も言われたらそれを信じる。あ、でもこれは緑だってもう信じちゃうの？そう。あ、そっかそっか。でも脳みそはやっぱり緑と。じゃあもう、お前がそうやって言うんだったら、俺はそれを信じるよ。分かった。もうメディケンがもう何か言ったら、俺はそれを信じる。オッケーオッケー。じゃあ脳みそは緑だな。俺信じるよ。頼むから、本当に緑だから。もう俺もそういうところはちゃんとしてるから。もう本当、俺はどんなにね、ひどい人間かわかんない、それ周りから見たら。でも俺は、もうこれだけは言えるんだけど、俺は絶対信じるよ、俺は。ああ、オッケーオッケー。脳みそが緑のことを信じてくれるってことは、お前はね、俺の相当な親友だよ。俺信じるし、そう。脳みそが緑色だって信じてくれるのお前だけだよ、きっと。だからね、お前はちゃんとね、大切にしていこうと思うよ。友達として。ね。ああ、まあやっぱりね、脳みそは大切だから、耳と脳みそはちゃんとしよう。
なるほどね。まあちょっと話逸れちゃったんだけど、うん、そのなんだ餅あるじゃん。あるよ。餅の伸び具合が最近さすごいんだよ。すごいんだ。あの開発されてて、なんだっけな、日本文化部研究センターで、うん、あの餅の伸縮性をあの確かめるということで、1980年代の餅の伸び具合は160センチだったんだけど、うん、今の餅の確か伸び具合は175センチ。全然違うね。すごいよ、ね。全然違う。それ全然違う。15センチも伸びたんだよ。それはすごい。だからやばいんだよ。あの最近の餅本当にすごいんだよ。うん、だから一回あの本当ね、あの食べてみる餅。食べる。俺は食べる。俺はね、もう本当に俺は自分で言うのがあれだけど、うん、俺食べてって言われたら食べる。あ、そうそう。お前はよく食べる。食べる。俺は何でも食べるよ。俺は。この間だって固形植物とかね、鼻に詰めてたしね。俺鼻で食べる。俺鼻で止めてって言われたらもう鼻で食べるから。でも鼻はやっぱりね、食べるとこじゃないから、うん、なんだ、鼻はちゃんと匂いをするところだから、うん、ちゃんと口で食べようよ。うん、分かった。それは俺の悪かった点ね。俺はもう悪かった、あの時は。俺鼻で食べた。それは悪かった。だから俺はもうこれからちゃんと口で食べる。じゃ何のために唇があるかちゃんと考えないとね。うん、考える。俺はもうそう、考えてなかった。なんで唇あるのか考えてたから。だから俺は鼻で食べちゃったの、苔を。俺はそれダメなの。それはもうダメな点。そのダメな点があるけど、俺はもう食べる。もう唇で食べる。何か言われたら絶対必ず唇で食べる。何か。何でもいい。まあでもとりあえず、うん、まあ、好き嫌いはしてはいけないと。うん、結論はそうだね、うん。ところでさ、なんで今俺たちこんな話してんだっけ。最初は確か、最初は、耳の話だったね。耳か。うん。まあ、耳も、固形植物も、みんな、有機物だよ。ということで、解説はメリケンと、このぞ、メリケンでした。お、メリケンが二人増えた。じゃあね。なんて。バイバイ。いや、今日は、エイプリルフールということで、ちょっと、嘘をつきたいなって思うんですけど、僕は実は宇宙から来てるんですね。それでこの星が本当にいい星なのかということを調査しに来てるんですが、この星はもう本当に素晴らしいと思います。でそんな皆さんにね、このチャンネル登録をしてほしいなと思うんですよ。でこのチャンネル登録をしてくれよという文字をクリックしていただくとチャンネル登録ができるようになっています。スマートフォンの方は動画説明欄の URL を押して登録してください。そしてこの地球には Twitter、LINE、Facebook などというものがあると聞いたので、それでこの動画を宣伝してもらえるととてもありがたいです。それでは、また明日、馬刺し。